どうも笠に丸文系担当ふちの塔です皆さん今回この見る動画大当たりですいっぱいねやっぱ古文のあの動画出てます古文の勉強法とか参考書どれがいいっていう動画 YouTube 出てますけどもこれほど網羅したやつはないと思いますまあ、今回本当にね自信あるんで最初から最後までね見ていっていただければなっていう風に思いますではよろしくお願いしますまず古文は4要素に分かれています で、4要素をマ,あのマスターしてもらうと、もう古文は完璧っていうことになります。で、1つ目が古文単語。2つ目が古,古典文法。3つ目が主語把握と敬語。4つ目古文常識。5つ目はアウトプットってことです。まあ、4要素はこの上の4要素ですね。で、一番大事なのが古文単語。あと僕自身もやっぱ思います。やっぱり単語を制したものは言語を制するっていうことで、英語も古文もですけども、単語一番大事になってきます。 で、次に大事なのが、この敬語かなっていうふうに僕自身は思っています。まあ古典文法ももちろん大事なんですけども、守護把握敬語、皆さんちょっとないがしろにしがちです。すごい大事なん、大事ですから、今回ちょっとね、しっかり見ていってもらえればなっていうふうに思います。で、2個目が古典、えー、3つ目が古典文法ですね。で、まあ古文常識はちょっとしといたらいいよっていうぐらいの感じです。で、最後アウトプット。どうやってやっていけばいいのか、きっちり解説していきます。ではね、やっていきましょう。 一つ目、まず、古文単語です。古文単語は、まあ、大体約300単語覚えていったらいいよっていうことです。で、皆さん、どれ、あの、今回参考書をじっくり解説していくんですけども、どれやってますかねまあ、吹きのとうおすすめの単語帳、4つ今回紹介します。まず、一つ目、古文が苦手な人は、マドンナ古文単語230ってやつがおすすめです。これは何がわかりやすいかっていうと、 まず、掲載数が少ないんですよ。まあ、230って書いてるんですけども、まあ、だいたい300語に近い単語ぐらいの,あの数は載っています。で、まあ、あのメインで書いてるのが230ということですね。で約300単語にまあギリギリ届くかなぐらいです。共通テストに出る単語が、まあ、300単語ちょいぐらいなんで、まあ、230、まあまあギリかなっていうふうに個人的には思います。で、かつイラストがすごい豊富で、かつカラーで書いてあります。 だからすごい見やすいんですよ。あとは品質上で、ね、書いてるのですごい、まあ、あのマドンナ古文単語古文が苦手な人には特におすすめの参考書になってます。で、普及の塔が一番おすすめなのは読んでみて覚える重要古文単語315これは僕自身は、えー、とどっちも使ったんですけども大学受験の時にまず高1高2でこれを完成させて高3ではねこっちの方を使ってました。315すごいおすすめです。まず掲載数はこれプラスだいたい この皆さん書いてる数プラス100ぐらいのだいたい掲載数が書いてるっていう風に思ってもらったらいいんですけども、だたい400個ぐらい載ってます。文系の人でもね、全然この315は十分使える古文単語帳になってます。で、いいのが語源が書いてあるんですよ。まあ、マドンナも語源書いてあるんですけども、もっと簡潔に書いてくれてるのが、こっちの読んでみる、読んでみて覚える重要古文単語の方です。で、そんなにあの、カラーリングは豊富なわけじゃないんですけども、 赤シートで隠して覚えれるんですよね。それが個人的にはすごいいい点やなっていう風に思いました。この二つがね、二重丸の吹きの投的に二重丸の単語帳です。で、三つ目、これを持ってます。ゴロゴですね。有名な板野先生。まあ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 、最近いろいろあの、板野先生もありましたけど、やっぱこの単語帳は有名です。ゴロで覚えたい人にとってはもう一番いいのがゴロゴですね。 ゴロゴーはとにかく強いのはもう経済数がめちゃくちゃ強いです565個載ってる単語帳はほとんどないですねけどまあちょっとだけデメリットって言ったらその応用があまりつきにくいかなっていうのがゴロやからありますけどとにかくゴロでもどん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 覚えていきたかったらゴロゴはすごいおすすめですまあね特にね下枝大好きな男子職なんかやったらめっちゃ覚えやすいゴロがたくさん載っていますまあゴロゴもおすすめかなっていうあの単語帳です 次フォーミュラ600ですこれはまあ私立の文系とかやったら特におすすめでで圧倒的な単語数です、まあ、私立の文系やったらフォーミュラぐらいないとちょっと厳しいかなっていう感じはします。でこれいいとこは CD が付いてて耳で聞いても覚えれる。やっぱり耳で聞くのっていうのは大事ですよね。だから耳で聞いて覚えれるっていう点でフォーミュラ600はすごい今いい単語帳になっています。 もし古文で満点取りたいっていう共通点数で満点取りたいっていう人やったり私立の文系やったらフォーミュラ600おすすめになってます。次では行きましょう。古典文法ですね。古典文法で特に注意してほしいのは助動詞です。助動詞では、どこであ、助動詞のあ、助動詞があったら、まず未来時世なんか、現在時制なんか、過去時制なんかっていう時世が分かったり、 あと、どこで切ってんのか、どこで話し相手が変わるのかっていうのが分かったりします。助動詞、特に注意してほしいなっていうのが勉強のポイントです。で、おすすめの参考書をどんどん紹介していきますね。古典文法、かさにまろの動画、すごいおすすめです。これ、弁当が作っている動画なんですけども、かさにまろに、あの、っていうか、まあ、YouTube に再生リストっていうのが、ホーム、動画、再生リストっていう順番で上に載ってるんですよ。で、その中にいっぱいいろんな動画、数学の動画とかまとめてるんですけども、 古文の再生リストすごいおすすめです。とにかく見てほしいなって思います。で、まあ8つぐらいの動画今入ってるんですけども、特に見てほしいのは古典文法の総まとめっていうすごい最近弁当が作った動画と、神経レベルでわかる女子っていう動画です。これは結構助動詞詳しめに書いてます。で、神経レベルで女子は女子について詳しく書いてます。助動詞女子、一番大事な2つなんで、ぜひこの2つはね、本当に見てほしいなっていうふうに思います。 で、もう一個。これではっきり言って古典文法はこのサニマロの動画でインプット完璧にできます。網羅してるんで大丈夫です。けど、アウトプットが足りないんですよ。インプットサニマロの動画でして、アウトプットをしてほしいです。どうやってアウトプットするか。これすっごいおすすめです。Amazon の評価もすごい高いです。ステップアップノート30。古典文法基礎ドリルっていうやつです。なんと言ってもいいのは、アウトプットで完璧にほとんど網羅してできるし、薄いし、安い。 次元生ににとっっててはもう最高の問題集になってます。だからぜひね、アウトプット古典文法苦手やなっていう人はちょっと活用してみてほしいなっていうふうに思います。この2つのセットで古典文法は個人的には完璧やなっていうふうに思ってます。けどもう1個紹介しておきます。古典文法をちょっとこれでもわからんかった苦手やってんっていう人はこの問題集使ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。望月先生が出してる古文教室っていうやつの古典文法編っていうやつです。これはもう文法について 詳ししく解説してる、本当にちょっと味分厚いんですけども本当に詳しく文法について書かれていますだから本当にね文法が苦手やなっていう人やったらこれ使ってもらったらいいかなっていうふうに思いますで個人的におすすめなのはこの2つ買ってあのー、セットにしてもらったら最強の古典文法ツールになると思いますでどんどんいきましょう次主語把握敬語すっごい大事ですマジドなどる中です守語把握を制する者敬語を制すべしっていうぐらい まず単語が分かったとしましょう。単語が分かっても、誰が喋ってるかわからん。誰に向けてるかわからんかったら、はっきり言って話って通じないですよね。そうなんですよ。だから敬語、主語把握はすっごい大事なんですよ。で、おすすめは参考書。これはもう解説の解説、富井の古文読解をはじめから丁寧にっていう、まあ、僕自身が一番使い込んだ参考書が実際古文の中であったらこれになります。 吹きの塔の古文のバイブルなんですけども、この参考書はめちゃくちゃいいです。まあ、古典文法はちょっとしか載ってないんですけども、敬語めちゃくちゃ詳しく載ってます。そして古文常識も数載ってるんですよ。これは本当に、ね、一番買ってほしい参考書かもしれないです。本当におすすめです。ぜひ買ってほしいなっていうふうに思います。古文苦手な人でも、 なんかあの漫画形式であったりすごいなんかボケツっこいみたいな感じで猫のキャラクターが出てきて丁寧に丁寧にね古文の読み方を教えてくれます次これもちょっと宣伝感あって思うんですけども本当に笠に丸はおすすめの動画しか紹介しないですはっきり言っておすすめしない動画わかりにくいとかって題名に書いたりするんですよだからこれもね自信を持っておすすめできる動画です これも弁当が作ってる、敬語のイメージと意味を全マスターする最強の講義っていう、なんか、あの、資格に訴えて、あの、敬語を解説してる動画になります。これ見てもらったらね、本当にね、敬語のイメージ、どん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 湧きます。これとこれ、本当に併用してもらったら、それもね、最強かなっていうふうに思います。この笠間のこの動画もね、ぜひ見てほしいなって思います。お願いします。で、あと、敬語っていう面について特化した。 参考書は吉野先生、今ただ呼びで先生してらっしゃいますけど、吉野先生のスーパー古文敬語、まあ、絶版要するに出てない本なんですけども、中古でメルカリとかアマゾンとか探したらまだ売ってます。まあ、短時間で習得できるっていう面もありますし、本当に敬語を詳しく完璧にしたいという人だったら、この吉野式スーパー古文敬語を見てもらってもいいかなっていうふうに思います。まあ、ちょっと個人的にお勧す,すめのはこの二0丸の上の2つがおすすめです。 では次行きましょう。古文常識ですね。古文常識のメリットとしては、背景を知っておくと、マジで古文がまるで現代文に、これはマジで誇張してるんですけども、本当に古文読みやすくなります。あ、こういう描写なとかいうのが分からなかったら、全然理解できないじゃないですか。けど、この古文常識を知っておくことで、スムーズに古文が理解できるようになるんですよ。で、古文常識、おすすめの参考書。 これもうもうなんかごめんなさいもう宣伝ばっかりと思われたら嫌なんですけども本当に自信持っていますこれ僕自身が作ってる吹きノトの古文常識の動画です10分で見れます僕自身喋るのが結構遅いんで2倍速でも聞けるんで5分で見れますこの古文常識の動画ぜひ見てくださいでストーリーにまだむ古文常識これ実際にさっき紹介した富井先生の古文読解のとこからもちょっと参考にさせてもらってますすごいわかりやすいんで、ね、ぜひ見てくださいで次 古文常識217。これはまあ理系やったらそんなに読まなくていいかなと思うんですけども、古文常識とか、あと平安時代のことについてよく知りたいっていう人やったら、マドンナ古文常識はすごいおすすめです。本当に読み物としても面白いんでね、ぜひ読んでほしいなっていうふうに思います。古文常識について一番詳しい本は多分この本やと思います。さっきのマドンナ古文単語と同じシリーズです。で、個人的に、 えっていう感じなんですけども多分これを紹介している他の YouTuber さんいないと思うんですけども僕自身僕の友達にずっと現,あの現代文も古文も満点のセンターずっと200点取り続けるもしでもずっと200点の友達がいたんですよ本当に国語オタクみたいな友達なんですけどもその友達に「ふきのとうこれ読んだらいいよ」って勧められたのがこのマロンっていう漫画ですどういう漫画かって言ったら「源氏物語」の漫画なんですよ 原氏物語センターとか、まあ今回は共通テストですけども、共通テスト出たら一気に平均点下がります。今日それをね、背景知識知って,いくと知っておくだけで、原氏っていうのはすぐにコンプリートできるんですよ。マロン頑張ったらまず2時間もかからずに読みます。漫画なんでね。マロンおすすめになってます。ではね、今回終わろうと思う。ちょっと待って、吹きの塔。めっちゃうさんくさい演技でしたね。 どうやってアウトプットすんだよっていうことでね皆さん思ってると思いますちょっとね皆さんちょっと聞いて頭疲れたと思うんでちょっとここでねアイスブレイクしましょうこのこの,なあのキャラクターというかこのお面なんていうお面か知ってますか多分ほとんどの人ご存知じゃないでしょうか半ニャっていうお面なんですよ半ニャってまあ女の人が怒ってこう角生えてっていうのがもともとあれなんですけども半ニャっていうのは3段階分かれてて 生鳴りっていうちょっとだけ角生えてるやつでちょっと顔も怒ってるみたいなんでこの真ん中がハンニャーなんですよで最終段階が信者っていうめっちゃ怒った顔してるハン,ハンニャっていうかそのお面があるんですよ信者の動画ねあの画像めっちゃここに貼り付けたかったんですけどもちょっとねめっちゃクレームれそうだったんでやめときました信者のね顔ねちょっと本当に見たら眠れなくなるんですけどもちょっと見てほしいんで 僕自身ね、なんでこんなお面好きかって言ったら、おじいちゃんが、もう亡くなったおじいちゃんなんですけども、もともと能面掘り師やってて、能面をずっと掘ってたんですよね。ということで、今回、半裸を乗せてみました。はい、めっちゃごめんなさい。関係ない雑談でしたね。ということで、アウトプットどうすんだよということでね、アウトプットの方やっていきましょう。ではまず、まあ、理系の皆さんの方がちょっと多いかなと思うんで、理系からまず解説していきます。 文系の人は2分スキップして文献の方の方を見てください。まず理系の方は、理系、まあ共通テストだけの人、共,あの共通テスト以外で二次試験でも古文ある人は後半の方を見てください。共通テストだけの人はこれだけで OK です。理系の人、じゃあきますね。本物の過去問をやり込めということです。ポイントとしては、やっぱり共通テストセンターっていうのはすごい練り込んで作ってある問題なんで、 やっぱり本物の過去もやり込まないといけないんですよ。だからとにかく、もうセンターやり込んでください。共通テスト、センター、まあ、結局根幹は一緒なんですよ。だからそんな変わらないです、実際に。そんな怖がらなくて OK なんで、センター本試験、とにかくいい問題なんで解いてください。5年分を2週です。知ってるやんって答えっていうんじゃなくて、解き方を意識して個分も解いていってほしいと思います。 で、追試、若干難しくなっているんですけれども、追試、本試、追試の追試なんですけれども、こう、あの、一週間後にあらずね、本試験の。追試もできたらね、やっておいてほしいなっていうふうに思います。5年分2週、絶対やってください。これやるだけでね、本当に古文のアウトプットで一気に点数が上がる人、続出します。で、まあ、共通テストに変わるっていうことで、吹きの当自身、もともとそんなおすすめじゃないんですけれども、まあ、今回、模試の問題とか、共通テスト予想問題使うのもありかなっていうふうに、 思いますで、もしの問題に関してなんですけども、特にもしっていうのはやっぱり河合がおすすめです。河合のもしが一番まあ本番の共通テストとか、まあセンターレベルに近いんで、河合が特におすすめかなっていうふうに思います。だからもしの問題とか、まあ共通テスト予想問題も河合ちょっと見てもらったらいいかなっていうふうに思います。で、もしの問題とかも、まあやっていったら、もちろん河合もですけども、えっ、ー、と、ベネッセ、寸大とかも大きいもし、全部 やり込んでください。1回やったらもうそのままっぽいじゃなくて答えもらうんですからせっかく解説があるわけじゃないですかだから終わったらあの解き直しをね絶対してほしいなっていうふうに思いますで理系は本当にこれで OK です今までやった参考書の中でいいやつを選んでもらってそしてアウトプットしたら本当に共通テストの古文は怖くないです是非ね頑張ってくださいじゃあ理系の人はこれで終わりですさようならじゃあね次ね文系の人いきます で、はい。文系の人、やっていきましょう。まあ、文系の人、これさっきちょっと理系の人、理系のとこ見てたらそのままなんですけども、本物の過去問をやり込め。これどういうことかって言ったら、本物の過去問をやり込むことで、やっぱりね、共通テストとセンターっていうのは根幹一緒なんですよ。だからやっぱり、本物の過去問をやり込まないと意味ないんですよね。だからセンター過去問をやってください。理系は5年分でいいんですけども、文系のあなたは10年分やってほしいなっていうふうに思います。 本当になんか、あの、古文の傾斜が低いとかあったら5年分でもいいんですけども、やっぱり10年分やっとくことで安心感は違うと思います。で、10年前、最近ここ5年間は、不機能等的には結構簡単です、古文。けど、10年前になると、10年ちょっとぐらい、平成24かな。21と24が確か激ムズなんですよ。だからそれもね、ちょっと一回チャレンジして、ムズい古文も解いてほしいなっていうのは個人的に思います。で、 追試、先がちなんですけども、直近3年の追試は絶対にやってください。追試もね、もちろんあの、腐ってもセンターです。だからいい問題出てるんで、センターの過去問ということで、本試2週と追試もね、3年間絶対やってほしいと思います。で、えっ、ー、と、あと普通に、まあこれ、私立、または国,国公立でもおすすめなのが、この3つの参考書ですね。まあ僕自身がいいなと思うのが、この岡本先生が書かれているポラリスです。 岡本先生、スタディサプリの先生なんですけども、ポラリス、この参考書は、すごい解説が本当に詳しいです。この2つに比べても、団地で関解,あの解説、<laughs> ごめんなさい、感じられましたね。関節じゃなくて、解説です。解説が詳しいのはポラリスです、まあ。ポラリス1、2あるんで、どっちもやってもらったら、かなり記述力上がるんじゃないかなっていうふうに思います。参考書選ぶにおいて、やっぱり解説が詳しいっていうのは、めっちゃ大事な条件です。 なんか、ポラリス、おすすめです。で、まあ、古文上達、基礎編、もこれはもう一番、まあ、王道な参考書かなっていうふうに、個人的には思います。で、王道で、数、まあ、文法ごとに、インプット、アウトプット、これはもう、アウトプットだけっていうよりも、ちょっとインプットも含まれてて、文法を解説してあって、その文法ごとに、長文が載っているっていう感じになっています。結構分厚いんですけどね、やっていくうちに、どんどんどんど、ん成績が上がっていく、いい問題集になっています。 ちょっと古いんですけどね、やっぱり未だに根強い人気がある参考書かなっていう風に思います。で、最後、河合塾が出している古文っていう青い参考書ですね。これも結構古いんですけども、ちょっと難しいとこ受ける人やったらおすすめかなっていう風に思います。これもね、ぜひね、いい参考書なんで、店頭で手に取ってみてほしいかなっていう風に思います。ではね、今回文献の人も終わりましょう。見てくれてありがとうございました。